ちょっとさデーブもさ水戸泉で来たほら茨城に住むよ茨城に住むよ茨城に住むよどっちが先輩に水戸的には4つ上ですから大先輩ですいやでもデーブは全然違和感ないよねお相撲さんと一緒にされたら困る水戸的にラジカセあるでしょ引っ張れ用の、はいはい、あれ俺携帯電話で電話してたかと思ったんだほんとずいぶん着目のね音がでかいなと思ったからあれ209出たのかなって思って209